どうも、つむつむしべたです。今日はね、お店屋さんイベントの攻略つむのを紹介していこうかなと思います。こちらのね、イベント、月末の今月のね、今月の新つむしか使えない、だから上に出てる5種類だね、しか使えないんだけど、今回はね、前回このエルサンドラフがすごい使い方するとめちゃくちゃ早くクリアできますよみたいな動画出したんだけど、今回はね、エルサンドラフ持ってない方向けのね、解説もしていこうかなと思います。そしてこのアカウントね、サブサブアカで最近作ったばっかなんで、まだ全然ね、持ってないです。持ってないというか、持ってないんじゃなくて、スキルが上がってないです。なので、まあ低スキルでね、参考になるんじゃないかなと思います。で、今回はエルサンドラフ持ってない方はこの粒使った方がいいんじゃないかなっていう粒です。その粒というのがこちらですね、ウィンターアナです。で、この粒はね、まずスキル1からめちゃくちゃ消去量が多いんですよ。これ、まあ、あれか。もうノーアイテムでいいや、ノーアイテムね。このイベントやるなら、まあ、本当はね、ノーアイテムでやりたいね。ほい。このイベントにアイテム使ったらもう、ひたすらコイン減ってくからね。で、この粒のね、まず、なんでこの粒が、ミッションで、このイベントでめっちゃいいかっていうと、まずね、1プレイの時間がね、短いんだよね。結構やり込んでも、1プレイの時間がね、マジでね、2分半くらいで済んじゃうんですよ。で、このイベントって、今回のイベントって、周回しやすければしやすいほど、めちゃくちゃ有利になるイベントなんで。ほい。OK。だからね、このね、1プレイが短いっていうのは、マジでめちゃくちゃでかいです。で、その2つ目の、2つ目のこの粒を使うメリットとしては、この粒ね、おまけ効果で、実はね、最初ちょっとだけスキル溜まってるんだよね。最初スキルが半分溜まった状態でスタートできるんで、これがね、結構ね、このミッションにおいてはでかいんじゃないかなと思います。ほい。こうやってもう、適当に、なんか、ボムをこうやって出して、やり方で全然大丈夫だと思う。ほい。ちょっと一つの数が重いのがきついね。そこがきついかも。ほい。できるかな、これ。よし。あとね、この粒ね、適当にこうやってなぞるだけでもタイムボムが出たりするんで、なんていうのかな。フィーバーを休会しようみたいなミッションがあると思うんだけど、それでもね、意外とね、使えたりします。まあ、コインは全然増えないんだけど、おい。スキル1、まあ、スキル2とかでも、こんだけ消去量多いし、まあ、タイムボムも量産できるしね。ショートチェーンでバーって適当に消すだけで、まあ、ボムのミッションもこうやってクリアできるんで、まあ、僕はね、結構ね、押したい。まあ、エルサンドラフ持ってない人だけね。エルサンドラフ持ってたらね、もうずっとエルサンドラフでいいと思うんだけど。正直ね。ただ 2% だからね、今回のイベント。そう、はい、この1プレイで800万点稼ごうっていうイベントも、まあこのウィンターアナ使うとかなり有利です。ウィンターアナはね、このエルサンドラフ以外の新ツムで一番スコア稼ぎやすいです。この2、マイナス補正はね、もうものすごいんだけど、逆に言えばスコアに関してはね、もうすごいね、取りやすいツムなんですよ。おい。こんな感じで、めっちゃ消去量多いもんね、だってね。おい。もうね、あれです。もうこのイベントにおいてはもうマイナス補正とか関係ないからね。消去量多ければもうそれでいいんだよ。おい。OK。やっぱこの粒の一番いいところは1プレイが短いところだね。もうね、最速でね、終わらせたい方はね、最速でポイント集めたい方は、このウィンターアナ使うのをおすすめします。まあ、ただ、懸念点としては、ちょっとだけ扱いが難しいかな。うん、ちょっとだけ扱いが難しいっていうのはあるんだけど、まあ、それをね、
まあ、それを除いてもね、まあ、割といいんじゃないかなと思います。ほい、 OK。 ほい、オッケー、すごい消せたすごい消せたわ。まあ波でみたいな感じでね使えるから、はい、ほらもう消去量がおかしいもんね。あー、ちょっとここで OK。 あ、もう500万、拠点で500万いってるね。まあ、ここは消しちゃうか。ほい、たまるかな。あー、最後たまらん。あーあ、いってるわ、いってる、いってましたまあここでは、あの拠点ではいってないんだけど、リザルトではいってるね。まあスコアアイテム使ったのがでかかったかな。いや、それにしてもね、多分ね、まあ、今回ウィンターアーナー持ってたらいいと思うんだけど、今回のイベント、こういう1プレイで800万点稼ごうみたいな、やつさ、これ結構キッチクだと思うんだよね。だって、これウィンターアーナー以外だったら無理だもん、絶対。低スキルだったら。うん、低スキルだったら、もうエルサンドロフ持ってないとして、無理だね。クリストフも、もうこの、3体も多分無理なんで。まあ、結構きついけど、まあ、一応、ウィンターアナが一番、エルサンドオラフ以外でね、一番使えるキャラだなと思います。このスコアボムを15個も多分、この粒だったら、ウィンターアナだったらね、全然楽勝に、できちゃうと思います。なので、まあ、ぜひね、参考にしてみてください。あとは、もう、エルサンドオラフ持ってたとしても、まあ、最速で終わらせるにはウィンターアナ結構いいかなと思います。エルサンドオラフみたいにね、めちゃくちゃスキル演出が、なんて言うんだろう、連続で来た時にさ、スキル演出見なくて済むんで、まあ、ウィンターアナね、結構最速で終わるんで、まあ、コインとか全く関係ないというか、コイン稼ぐ気ない方は、ぜひウィンターアナ、使ってみてはいかがでしょうか。ということで、今回は、おすすめツーム紹介していきました。今度が良かったなと思ったらね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、バイバーイ。本日もご視聴本当にありがとうございます。この動画が良かったなと思ったらね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また僕のメンバーシップ、インスタグラム、ツイッターなども概要欄にリンク載せておきますので、ぜひフォローお願いします。メンバーシップではね、限定公開の動画や限定配信などが見ることができます。また僕の手書きのね、絵文字なんかも使えるようになります。インスタグラムではコツ解説や新ツム情報、最強ランキングとかをわかりやすくまとめているので、ぜひフォローお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。